旗たえ客引きする止めたち客引きとは、顧客として自分たちの店に勧誘すること。キャッチとも言われる。現代の日本では、ぼったくり店舗への誘導が多く、路上でのキャッチ行為は違法行為として処罰対象になっている。風俗などへの路上勧誘行為はスカウトと言われ、同様に処罰対象になっている。風俗営業法では、第22条で、 風俗営業を営む者が、当該営業に関して、客引きをすること、当該営業に関し、客引きをするため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり、または、つきまとうことを禁止し、違反者には、同法第52条で6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを陛下が規定されている。営業者自身が行う場合に限らず、 従業員や営業者から依頼を受けた者が行う場合もこの法規制の対象であるが営業者から独立して自らの仕事として客引きを行う者についてはこの法規制の対象外である。同法には客引きに定義規定はないが行政解釈としては相手方を特定して営業所の客となるように勧誘することと解されている。裁判においては かつて地方自治体の風俗営業等取締法施行条例で規定された客引きをし、またはさせないことに違反した風俗営業者が起訴されたことに関する1979年9月13日の東京高裁判決で客引きを風俗営業の営業者が自らまたはその使用人その他の従業員をして相手方を特定し、その営業所の客として 有境飲食をさせるため勧誘と解されるとした。客引き反対警備員、秋葉原にて、各地方自治体の迷惑防止条例でも、公共の場所での客引きが規制され、違反者には罰則が規定されている。東京都の条例では、わいせつな見せ物、物品もしくは行為またはこれらを仮装したものの観覧、販売または提供について、異性による接待をして、 種類を伴う飲食をさせる行為またはこれを仮想したものの提供について人の体または衣服を捉え、所持品を取り上げ、深度に立ちふさがり、身辺につきまとう等資用ようにという形の客引きをしてはならないとしている。また、公安委員会が指定する区域内の公共の場所において客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で、 客引きの相手方となるべきものを待つことを禁止している。軽犯罪法では、他人の深度に立ち塞がって、もしくはその身辺に群がって、立ちのこうとせず、または不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で、他人に付きまとうことを禁止し、客引きの際にこの条文に違反したものには、交流または、過量が規定されている。ありがとうございます。